もしもし、これ。なあ、お前今日も暇だろ？天気いいし、海日和だし、これから浜に来ないか。決まり。じゃあ急いでな。水着忘れんなよ。ははははは。言っとくけど、スクール水着とかいうボケはなし。いや、あの時は帰ってた。とにかく早く来いよ。あ、ほら、じきにビーチ混むからさ。珊瑚礁で待ってる。お疲れ。じゃあ次はトロピカル焼きそば上がってるから、3番テーブルへ。考えるな。働け。話はそれからだ。で、さっさと水着に着替えてエプロンつけたら風呂はな。恥ずかしくない。水着エプロンの女子高生が、珊瑚礁に与える経済効果を考えろ。なんとでも言え。つーか、トロピカル焼きそば早く。お兄さん、こっちもお願いね。はい、ただいま。トロピカル焼きそば。